さんごきげんよう、今回コラボしてほしいっていう、ね、声が多かった虎之助選手と、初コラボです。お願いします。お願いします。すごかったね、この間の試合。この間の試合ちょっと見てもらいましょう。はい、さあ勝負のゴングです。どちらが出るか。ミノロオクタロス、静寂の右のミドルから、はい、振っていく、両腕を振った、飛び込んでいきました、クタロスです。お互い慎重でしたね。そうですね、最初からガチャガチャいくかなと思ったんですけど、意外でしたね。はい、やっぱでも虎之助君の、はい、いいですね、パンチ。あ、そうです、あれ当たったら倒れますね、絶対に。うまくリズムをつかみます。はい、クタロス選手も結構、ミーストレート一戦なんちゅうパンチ、光を放ちました、ミーのストレート、見事なブレイキングダウンでした。勝利となります。素晴らしい。はい、ということで、ね、一撃ということで、記者会見の時からさ、俺真横にいたから、2人がすげえイライラしたんです。ずっとなんか感じてて本気でイラついてたでしょ。本気でムカついてました。裏でもちょっと喧嘩になって、はい、試合終わっても仲良くはならず。そうです、なんか最後握手はしたんですけど、そこで慣れ合うのも嫌だったんで、いや仲良くしたくないんで、またリベンジ来てください。もともと格闘技は何かやってたの？おじいちゃんが空手の先生で、ちっちゃい頃から空手やってて、でボクシングやって、だけどほぼほぼ全部中途半端でやってました。意外にエリートなの？そうですね、ちっちゃい頃からやってました。じゃあそんな不良ではなかったの？少しだけ。なんか空手っぽくないもんね、動きが。あ、本当ですか。どちらかといったら、はい、まあ、ボクシングか伝統派みたいな踏み込みタイプじゃないと。空手伝統派みたいな感じで。あ、伝統派か、はい、あ、そうです。それにボクシング相まって、はい、身体能力高いもともと。あ、めちゃめちゃ運動神経はいい方だと思います。だよね、瞬発力がすごいから。今何歳だったんですか？今19歳です。あ、19歳なんだ。はい、これプロ行った方がいいね。総合格闘技は興味ないの？MMA を今練習してて、けどそんなあんま全然強くないです。寝技が難しくて、けどこれから MMA でやっていきたいなっていうのは思う。まあ、朝倉会とか18から総合格闘技始めてるから。あ、そうです。それまでボクシングとかもやってなかったし、はい、寝技はもうやるしか強くならないから。はい、腰の強さはどうなの？あ、腰の強さは自信あります。あ、そうなんだ。はい、じゃあ総合の方がやっぱ市場規模が大きいから。はい、スタミナ面がちょっと MMA でやっちゃうと、こう長い時間やっぱ組み合ったりとかするとすぐヘロヘロになっちゃって、2ラウンド目以降ちょっとあんま動けなくなっちゃう。でも俺たちもそうだったよ、最初のアウトサイダーとかで打撃の選手だったから、はい、組み技とかやりたくなくて、はい、組まれるとめっちゃ疲れるみたいな方がある。はい、逆に組み技の練習の方が練習頻度多くなるから、あ、そうすると、はい、まあ、あんまり使えなかったり、うん、この抜きが分かってくるというか、はい、まあ、明らかに本当に差を書くというのは市場でないから、はい、キックボクシングで行くよりはこっちの方が儲かるのかな。キックボクシング一回も習ったことなくて、キリがめちゃめちゃ下手で。あ、でも俺も一回もキックボクシング習ったことない。そうなんですか。ボクシングでやるとリズムよく打てるんですけど、キリが混ざっちゃうとリズムがガタガタに崩れちゃって。なるほどね。はい、確かに。でもスタイルだとさ、はい、ワンツー右がすごい強力なんだけど、はい、あれをもう見えるやつからしたら、テンポとか、はい、右フックとかさ、はい、カウンター合わせが疲れちゃうから、そうです。近距離も練習したらもっと。はい、まあ、でもなんだかんだブレイキングダウンの方がね、その総格闘技の市場の方がでかいとか言いつつ、最近のブレイキングダウン選手みんな稼いでるからな。結構上がってるでしょ、スポンサーとか。そうですね、もう何も今仕事もせずに格闘技だけで暮らしてはいけないと思うので。だからブレイキングダウン選手の方が稼いでるから大事ですよ、その全体で見たら。やっぱ MMA でライジンでやっていきたいなっていう思いがすごい。はい、西谷君、井上君が出始めてるから、はい、いける流れはできてるからさ、はい、まあ、強い子が出てきたらね、全然ありかと。ブレイキングダウンとしてはどういう感じでやってきたの？やりたい相手とかもまだいるので。ああ、そうなんだ。まあ、富澤君に負けたっていうのもあるし、あとジョリー君と負けやりたいなっていうのは。ジョリーに勝ってるんだっけ、昔。あ、17歳の子なんです。ああ、はい、ブレイキングダウンでこう、もう富澤君ぐらい負けなくなったら、ちょっと MMA で大
プロの団体だったりそういうのに出ていきたいなっていうのは思ってます。富澤くんに負けてないから全勝中でしょ。はい、あれはどうだったの試合は。ちょっといいとこ出せずに勝てたというか、まあ、右に行って変わったから、はい、しっかり練習してそこまで考えた時でもやっていればもっと戦っていったのかなと思うんですけど、まあ自分が大振りだったので、まあ、そこをきれいにはめられたなという感じです。自信あるの次やったら。そうですね、今すぐには正直あんまり自信ないですけど。練習とかはどうなんですか。練習は試合が決まってそこから試合までやるっていう感じです。普段はやってないですか。普段は、まあ、軽くやることはあるんですけど、その毎日やるっていうことはないです。それは体力ないよ。はい、そうですね。次回大会がね、ちょっと25試合ぐらいしか使わないんだから、はい、いいやインプットができるから。はい、まあ見たいですね、今後も。今回さ、はい、試合の時結構見てたじゃない。はい、様子を、はい、いつもより。あれは何、ちょっと前回の試合の反省もあって攻めづらかった。攻めづらさはなかったんですけど、なんかこう自分の中でこう喧嘩自慢っていうのを引退しましたっていうふうに記者会見で言って、ステップだったりいろいろペイントとかをこう格闘技感を出した感っていうのがあって、まあああいう感じになりました。賭けだよね、ある意味。なんかもし決まらなかったら結構微妙な使用試合っぽくなってたから。使用試合になったらやばかった。あの一撃で全部持ってったけど、はい、なんかパンチングマシーンもすごい出たもんね。1位2位だったっけ。いや、7位でしょ。7位か軽量級的には1位でしょ。あ、そうですよ。はい、あのよりパンチ力悪くなって。いや、それはないと思います。でも、あっても自分の場合当たんないんで。大振りすぎるの直したいかもね。で、今普段は福岡だし。福岡ですね。練習相手とかいるんだ。一応ボクシングジムにそのジムが終わった後とかに自分のスパーリング相手呼んだりとか、そこでスパーリングしたりとかしてます。まあ、19歳と聞いて有望ですね。本当に早いうちにやった方がいいと思うよ。はい、なんだかんだ試合で負けてないから、はい、なんか聞かされたことある顔で、ね、あんまりないですね。慶応負けはないんだ。あ、慶応負けはないです。富澤くんの試合に。あ、原だけ。はい、結構センスあるから。初めて見た時からセンスあるから思った。そのブレイキングダウンのコンディションの時もやったじゃん。はい。あ、瞬発力すごいな。はい、実はあの時も次の日近くの試合で7キロ減量しててヘロヘロだったんですけど、けどなんかこうリングに上がる瞬間にこれでやられたら終わりと思って。試合出たの？あ、出ました。ワンデートーナメントで。ハンマーバキヤンやってる。楽しみですね、今後。じゃあスパーリングしてみる？お願いします。じゃあやってみますか。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。めちゃくちゃ緊張します。緊張します。やばい、もうお腹痛いです。結構 強めにやられますから。いやー、多分相手に合わすと思うんで。虎之助さんが結構強めにいけば多分強めにいくと思うんで。いやー、絶対嫌っすね。ちょっと嫌だ。ちょっと嫌だ。打撃ってみて、攻防もちょっとやってみたいらしい。あー、オッケーです。1ヶ月ぶりのスパリングです。久々っすよ、普通に。いきます。
やりました。あ、嬉しい。あ、休憩した。めっちゃ嬉しいです。どうでした？めっちゃ嬉しいです。嬉しいですか？痛いんですから。あ、ずっと中学生の頃から言ってたんで。あ、めちゃめちゃ嬉しいです。嬉しいですね、それは。年齢5分ちょっと練習したことあるんで、1ヶ月ちょっとぐらい。1分だとちょっと分かんない。2分ぐらい。それに行きます。用意。あと20秒。お願いします。ありがとうございました。強いわ。でも組み技、うん、強くなるわ。岩と組んでるみたいな。体強いから強くなるわ、はい、確かに。これからもじゃあね、応援してください。19歳、よろしくお願いします。お願いします。そんな感じで終わりたいです。ありがとうございました。